はい、こんにちは。先ほど、センターの過去問を使いながらセンター試験をどうやって解いていくかということを、お話ししたんですが、これからはもう今から初めてセンター試験をに目指してですね、地理をやっていこうという人向けにも、まあ、一応国立二次とかで使ってみようとか、私立大の地理で使ってみようとかいう人にも、まあ、少し対応できるような地理の、まあ、基本的な部分から、授業をやっていきたいと思います。で、地理で、分けていくとですね、最初に地形で陸水海洋があって、気候、あとは土壌ですね。で、その後に農業で林業、鉱工業で都市人口というふうに進んでいって、最後に地史をやります。村落と都市とかもあるんですが、地史を最後にやります。で、地史ばっかりやればいいと思う人がいるかもしれないですけど、地史を解く前にですね、地形、陸水、海洋とか農業、林業とかの知識がないと、地史を覚えていくっていう人はすごく大変です。なので地史は最後にやることにします。で、まず地形なんですけれども、まずセンターでよく問われることとして、大陸の高度ですね、これをまあ、大体なんとなく覚えておかないと解けない問題も出てきます。で、センターの試験で高度とか何メーターまでちゃんと覚える必要はありません。で、センターは暗記ではないので、大体でいいんです。で、センターのポイントはポジションと割合です。大体のところに何があって、それがどれぐらいの大きさかとか割合かとか、それぐらいが分かっていればなんとかなります。なので細かい数値を覚えるのが苦手な人とか、歴史が嫌で地理に来た人はすごくラッキーだと思います。ではまず大陸の高度から見ていきたいんですけれども、平均高度を見たときに一番高いのは南極大陸です。平均高度 2200m で、ここは世界で一番寒いところです。ここは世界一寒い大陸です。で、次にアジア 960m、 これは覚えてほしいです。これを覚えてください。なんでアジアが高いかって言ったら、アジアはヒマラヤ山脈を持っているので平均高度が上がってきます。なのでアジアの、まあ、基本的な、ユーラシアとかの大陸の方は、高度が平均的には高いというふうに覚えておいてください。で、次にセンターでよく出るのがアフリカの 750m、 これは絶対覚えてください。750って数値を覚える必要はありませんけれども、大体 750m ぐらいあるっていう。アフリカは滝が多いです。アフリカ大陸のことをブラック大陸とか呼ぶんですけれども、それは別に黒人が多いからブラック大陸って言ってるわけではありません。昔、飛行機とかがまだできる前、アフリカ大陸は滝が多くて、カヌーとかで、進むことができなかった。なので、開発が遅れてたんですね。だから暗黒の大陸と呼ばれたので、ブラック大陸と呼ばれていてました。別に差別的な用語で黒人が多いからアフリカはブラック大陸って言ってるわけではありません。で、次ですね、北米と南米、まあ、大体この辺は飛ばしていって、最後あれですね、オーストラリアの 340m、これも大体覚えておいてください。オーストラリアでよく出てくるのはグレートアーティジャン盆地とか、何でもかんでもグレートつけるんですけれども、全然グレートな大陸ではありません。一番低い大陸です。なので、なだらかな、大陸だと思ってください。で、僕が、オーストラリア行った時、どこを見渡しても平地だらけでした。で、山がすごくなくて、すごい違和感のある大陸だったのは、ここが、平均高度 340m、ほとんど山がない大陸なので、すごく平たく見えるところなんですね。で、こういうところも覚えておかないと、なんとかグレートなんとかが出てきたときにすごい高そうなっていうので、引っかかる人が多いので、オーストラリアはだいたい 340m っていうふうに覚えておいてください。はい、日本っていうか世界の地形のほとんどはですね、大山脈の大半が周極山脈という山脈なんですけれども、周極山脈といって曲がった山がほとんどです。で、これは用語としては、まあ、出てくるかもしれないんですけども、覚えてなくても、ほとんど影響ありません。で、次に大事なのは、
大地形ですね。地形には大地形と小地形というのがあって、まずは大地形から見ていきたいと思います。大地形の中には安定陸海と古期造山帯と新規造山帯というのがあります。で、まずは安定陸海からも見ていくんですけれども、安定陸海というのは、前カンブリア時代ですね、約5億7000万年前の、造山運動によって、隆起した、まあ、一度隆起した地形がですね、その後、風化とかによってなだらかな地形になっていたものが安定陸海というものです。で、ここはもう、見てもらった通り、あの安定陸海なので地震とかが活発とか言ってきたら、それは安定陸海ではありません。なので地震が活発とかマグマの運動がとか出てきたら、それは安定陸海ではありません。で、安定陸海で覚えておいてほしいのは、そうですね、主要な鉱山資源が鉄鉱石がよく取れるっていうことを覚えておいてください。鉄鉱石が採掘されとかいうふうに、出てきたら、それは安定陸海だなというふうに思ってください。で、次に古期造山帯なんですけれども、古期造山帯は前カンブリア時代より後の古生代というとこ、古生代くらいにですね、この辺で、造山運動が起こって、で、その後まあだんだんなだらかになってきて、今はほとんど造山運動がなくてですね、安定してきたところです。まあ、前カンブリア時代に隆起したのが安定陸海で、その後に古生代ですね、古生代に造山運動が起こっていた大陸が古期造山帯というところになります。で、これは、よく出ます。古期造山帯はよく出てきて、ペニン山脈とかアパラスカ山脈とか、グレートですね、グレート山脈、さっき言ったオーストラリアのグレートとかが出てきます。で、それは、大体覚えておいてください。それが直接これは何造山帯ですかっていう問われることはありませんが、その地名が出てきて主要な鉱物資源、ここは石炭ですね、が問われたりします。はい。で、次に新規造山帯ですね。新規造山帯っていうのは、今の日本の環太平洋造山帯とか、ヒマラヤ、アルプスヒマラヤ造山帯とか、現在もなお活発な造山運動が起こっている大陸です。で、ここはやっぱり何が起こるかって言ったら、地震とか、まあ、あとは火山の噴火とかがよく起こります。で、今僕たちが住んでる日本っていうのは今新規造山帯に属しているので、地震が多かったりとか火山の噴火があったりっていうふうなことが起こっています。で、こういうことが昔起こってたんですが、いずれ僕らが死に絶えて、何千年とか何万年経つと、いずれこういう安定した陸地になります。で、僕らがまあいわば前カンブリアにいたとしたら、この時代の安定陸海というのは、いわゆる僕らの今言う新規造山帯というところでした。で、すごく今活発な運動が起こってて、地震とかが多いのはそのせいです。で、地球っていうのはまだ冷え固まってる肉団子状態で、まだ完全に固まってるわけではありません。中は液体でドロドロです。なので、地球は生きているので、こういう地震とかマグマとか、まあそういう活発な運動があるっていうのは地球が生きている証拠です。で、新規造山帯でよく出るのは石油ですね。で、石油だったら日本なんで石油取れないのかっていうことが疑問ですよね。っていうので一つ言われてるのが、日本の周りのところですね、石油出たんですけど全部流れちゃったんじゃないかっていうのが言われています。で、日本は本当は石油取れるはずなんですけど、ないのは、造山運動とかによって石油が海とかからどっかに流れていってしまったとか、そういうふうなことが言われてるんですが、まあ、よくわかんないですけど、日本では残念ながら石油は取れません。なので今のところは中東の方からですね、石油を輸入しないといけないというような状況です。ね、新規造山帯でよく出るのは、問題の選択肢の中で、今火山運動が活発でとかそういうのが出てきたら新規造山帯のことを言ってるな、そしたらその中から日本だとか環太平洋造山帯地域のことを言うと、それが答えになります。まあロッキーとかアンデスとかそういうところですかね。はい。で、あとは
金とかね、銀、銅も取れます。で、やっぱ第一系で大事なのは安定陸塊と古期造山帯と新規造山帯があって、それぞれ溶ける取れる、まあ、主要な鉱物資源、これを、まあ、なんとなく今から覚えておくと、これから先の勉強につながっていきますので、あの細かい鉱物資源全部覚える必要はありませんが、よく出るのはやっぱ鉄鉱石と石炭と石油というのはよく出るので、しっかり覚えておいてください。はい、で、地形について引き続きやっていきます。この続きはもう一つ別にしましょうかね。はい、ではこれは第一圏の中で新規と古期と安定陸塊だけはしっかり覚えるようにしてください。